楽に行こう。修羅場はくぐってきただろ。気楽に行こう。BB-8、気楽に行こうって言ったばかりだぞ。はっきり言っておきますが、中佐、私もドロイドに賛成。ご意見感謝します、将軍。射程に入った。喋りは俺に任せてくれよ。ダメ元だ。緊急通信です。
共和国艦隊のポーダメロンからですね。よく似ていますな。母上はお元気で。跡形もなく消せ。TB8飛ばすぞ。ドレッドノートできます。じゃあキャノンを潰すぞ。よし、ハーリー、仕掛けろ。了解。やれやれ、ゴリップだ。母はお前の下手くそな絵とは聞いてもいいか。なんだ、ハックスママはもっと青白いのか。ちゃんと白い紙に書いたろ。揃ってお出ましだぞ。その調子ダメよ。まだ基地から撤退中よ。ほぼ全員が艦隊に合流したわ。残りはあと数機。その調子よく。もうすぐ撤退完了よ。あともう少し粘って。撤収完了です、ポー。隊を率いて戻ってきてください。ここから離脱します。いえ、将軍、今なら行けます。ドレッドノートを叩くチャンスです。直ちに引き返しなさい。これは命令です。接続が悪いようです。失礼。爆撃隊、爆弾をよこせ。爆撃隊は密集体系を維持。戦闘機隊を爆撃隊を援護して。ドレッドノートを叩くチャンスよ。くれぐれも逃がさないで。BB-8!
を放棄しろ。最後の爆撃機を守ろう。残された希望だ。艦隊が狙われてる。最後の爆撃機を守ろう。ドレッドノートを倒せるのはそいつしかいない。これじゃキリがないな。敵のハンガーを防ぐ。ビビエイト、何をするか分かるな。そうだ、魚雷タイムだ。今までこいつに潰された艦隊のためにも逃がさないぞ。私はしません。すでに尻尾は掴んでおります。無敵のカイロレンか。さあ、その馬鹿げたマスクを外せ。マスクをかぶった子供だな。船を用意しろ。よくやった。裸のフィン、バッグ水漏れって？ビン、相棒、会いたかったぜ。まずは服を着ようか。レイはどこだ？焦るな。順番に行こう。まず服。ジャケットとズボンを持ってこよう。この辺にクローゼットか何かあったはずだ。お前らには重要な任務があるんだろ。いいから行けよ。ここを片付けるよりも重要な任務だろうからな。水漏れしない服を手に入れないと。何もない。誰が持ってったの？その気持ちわかるよ。ここの連中は借りたものを返さないからな。船の中を探せばどこかに予備が転がってるはずだ。最後のジャケットはピーダメロンに差し出されたって書いてあるぞ。知らないやつだな。
ジャケットはそのタンスの中だ。なあ、普通に開けて取ることだってできただろう。まあ別にお気に入りのタンスだったわけじゃない。これでどうにかなるだろう。落ち着いて着替えられるようにクローゼットに戻ろう。よし、着替えたぞ。次はどうする？報告のためにブリッジに行かないと。これまで何があったかあっちで話すよ。レイはどこだ？はん？スノークの船だ。ハイパースペースを追ってきたのでしょう。いや、不可能です。俺についてくる。は？これは。で、誰が指揮を？次の指揮官にはホルド副提督がつきます。ありがとう、中佐。こちらの作戦は？おとなしく配置について命令に従って。ここで何を？ちょっと点検してるんだ。そう、脱出ポットの点検ね。おい、この艦隊は終わりだ。友達のレイに知らせないと。ここに戻ったら彼女も巻き込まれる。脱走兵として通報する。逃げようとしてるんじゃない。友達にこの艦隊はもうダメだって伝えるんだ。ハイパージャンプすればいい。それでも追ってくるんだよ。ハイパースペースの中でも？ああ、それにこっちはもう燃料が少ない。アクティブトラッキングだわ。ハイパースペースを追跡できるの？原理が同じなら追跡できるのは戦闘の船だけよ。ポーに話さないと。スターデストロイヤーに入れてもブレーカールームの場所を知らないと意味がないわ。掃除してたから知ってるぞ。俺が一緒に行けば。私がトラッカーを停止できるわ。なんでわざわざ撃たなきゃドアを開けられないんだ？そうしないと誰も射撃練習しないからよ。またそんな顔して何を企んでる？というわけで追跡しているのは戦闘の一隻だけ。そいつをぶっ飛ばすんだな。そういうとこ好きだが違う。忍び込んでトラッカーを切る。そんで気づかれる前に逃げる。どうやってスノークのデストロイヤーに潜入するんだ？コード破りなプロを探しな。目印は襟に刺してる赤いプロの花。カントバイトのカメノにいるよ。燃料はあと18時間分しかない。急がないと。俺はここでハイパージャンプに備える。カントバイト、カントニカメ。おお、どこか知ってるのか？ええ、ハンガーでポットを調達しましょう。今度は電気ショックなしだよな。その件もう冗談にする？
ここに止めていいのか。集中して。いい？コード破りのプロは赤いプロムの花を身につけてる。ああいう洒落た建物に入り浸ってそうなやつだな。金持ちらしく振る舞うには結構な集中力がいるんだ。さあほっといてくれ。金持ちらしい考え事にふけらんと。新しいデータが届いたんですよ。は？
や、怖がらなくていい。変わった贈り物だな。